私は夏らしいことに何もしていなくて、プールも海も行きませんでした。子供も大きくなり、部活に忙しかったり、プールも友達と行ったり、去年もそうだったので、今年は一回は水に入るぞと思っているのに、思っている間に終わってしまいましたということで。ああ、そうですか、ミックさん、中学校はもう明日からということで。そうですか、今もまた新学期が始まるんですね。お子さんが大きくなるとなかなかね、こう一緒に行く機会が少なくなると思いますけれども、大きなこうイベントじゃなくても一緒に食卓を囲んで、あんまりビリビリ動かさなくて、ということで、本当にね、こうね、あのルートが素敵なんですよね。あの山を見ながら、それから下にね、眼下に広がる街並みを見ながらのコースなんですが、今日はちょっとね、軽井沢町の駅の方、下の方も雨なんですよね。傘をさして今散策している状況なんですけれども、山の高原の方はどうなのかな、無事に行われているかな。小さいです、昼くらいのですけど、参加賞が可愛いんです。大会オリジナルのキャベツサコッシュって言って、キャベツのね、あの